すぐわかるおのお暇なら映画でも。洋画を見るならやっぱり聖書は知っておいた方がいいでしょうシリーズ第34回、創世記の34回、そしてイサクの子ヤコブシリーズの10回目にしてですね、ヨセフシリーズの始まり、そしてついにエジプトシリーズの序章ということになります。まあもうちょっとエジプトまではあるんですけど、まあこの辺は序章と言っていいですね。ということでいきますか。イスラエルさんことヤコブですけれども、彼の妻のラケルがですね、12番目の息子のベンオニを出産するときに事故で死んでしまいました。ベンオニはですね、私の苦しみの子という意味だったんですけれども、後にヤコブはベニヤミン、幸いの子というふうに名前を変えましたというのがありました。で、まあ、ヤコブには12人の息子がいるわけですね。一人女の子がいるんですけれど、彼女のことは無視してください。聖書の世界はもう完全な男社会ですから。で、この12人ですね、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、ダン、ナフタリ、ガド、アシャ、アシェル、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミンが、おのおの、このイスラエルの12氏族、12部族となって、まあ、おのおのがこう、国というか、地域というか、領土を持って、古代イスラエルの歴史を築いていくということになるわけですね。まあ、この中で何と言っても一番有名なのは4番目のこのユダですね。ユダは、後にユダ王国っていうのを作ったりするわけですけど、彼がユダヤの語源です。ユダの、末裔とかそういった意味でユダヤっていうのができたわけですね。まあ、ユダヤ人とかユダヤ教とかのユダヤですね。ただこの12氏族の数え方は非常に複雑な部分が多いです。ここではもうこれ以上めんどくさいんで言わないんですけれども、この12氏族、12人ね、ユダじゃないや、ヤコブの息子の12人が、それがそのままユダやイスラエルの十二氏族となるかというと、その辺はいろいろあるということなんで、一応そのことは分かっておいてください。このまんまじゃないということもあるよということですね。ということで、聖書ではですね、この息子たちの系譜とかいろいろ言ってるわけですけど、これをちょっと取り上げたいと思います。ヨセフの夢というお話がありまして、これがまあ多少今後の伏線になってくるということがあるので取り上げたいというふうに思います。ヨセフですね。ヤコブの息子のヨセフが17歳の時のことです。ヨセフはですね、ヤコブが年を取ってからの子供だったんで、非常に可愛がられていたんですね。猫可愛がられしていたんです。なので、ヨセフはですね、他の兄弟たちからちょっと嫌われたりしていたわけですね。何なんだお前ばっかりと。なんかお前ずいぶん父さんに可愛がられてるな、ムカつくわ、みたいな。そんな風になっていたわけですね。そんな中、ヨセフは夢で見た話を兄弟たちにするということをしました。ねえねえ、みんな、兄さん、なんか夢見たんだ、みたいな。そんな感じでお話ししたんですね。畑でこの束を祝いていたということなんですね。まあ、収穫したなんか作物のこの何あれを祝えていたと。そうするとその束がピョンと起き上がってまっすぐに立ちました。すると兄さんたちが集まってきて、私のその束にこうひれ伏していました。そんな夢見たんですよって言ったんですね。するとその兄さんたちはですね、ふざけんなと、舐めてんのかお前はと、お前が俺たちの王になるとでも言うのかと、たーっと、非常に怒ったわけですね。この夢は何だったかというと、ヨセフが後にエジプトの宰相になるということを予言しているという夢だったわけですね。そして兄弟たちがヨセフにひれ伏すことになるということも予言していたという、まあ、予知夢だったわけですね。まあ、こんな夢見たよというふうに言ったわけです。別の日、またヨセフは夢を見て、今度は兄弟たちと、父親のヤコブにもその話をしたんですね。太陽と月と11の星が私にひれ伏していましたよ
そんな夢見ましたよというふうに言ったんですね。それを聞いて、兄弟そして父親のヤコブも非常に怒り狂ったということがあったわけですね。これがどういう夢なのかというと、太陽というのはヤコブを表しています。月は母親を表しています。そして11の星というのは兄弟たちのことを指しているわけですね。つまりあなたたち全員が私にひれ伏したんだという夢を見たよというふうに言ってるんですね。このガキがと、舐めてんのかと、みんななってるわけです。んだお前はとふざけんなと、17歳ですからね、もうね、これが5歳6歳ぐらいだったらはいはいよかったね可愛いねってなるかもしれないですけどね、そんな予知夢のお話がここに入ってきます。まあこれは将来こうなるわけですね。ヨセフはエジプトの宰相になっていくわけです。ということでついにエジプトというキーワードが登場してきました。この後お話は出エジプト記というお話になっていくんですね。長かった創世記は間もなくおしまいということになります。そして出エジプト記という、まあ、また有名なお話になってくるわけですね。モーセとか出てくるお話ですね。ただまあそこに行くまでもう少しかかりますけれども、そろそろ創世記も終わりに近づいてきたよということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャン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 、これからヨセフのお話が始まりますよ。